ところで専門いいヘルメット持ってるね。はい、これは白ベースの普通のヘルメットにうちのマジカルアートシートで、ネルソンピケ風に作ってみました。おお、懐かしのネルソンピケ ね、 そうですね。君憧れてたね、若い時ね。 20年前の憧れなんで、そのまま今なりネルソンピケで。ピケは赤い水星やったけど青い水星やねこれ、はい、これはねうちにある青色のマジカルアートシートで、うん、こういう形にやらせてもらった。ところでこれバイザーは本物のマジカルカーボン使ってるじゃん。そうです、これリアルカーボンで、特にフォーミュラーとか乗る時にね、飛び石とかで危なくないように安全に。ああなるほどね、まあ、F1 とかでもここ当たって怪我した人もいてるからね。そうですね、うちのカーボンで守れば、うん、この辺も大丈夫かなと。ところでなんか偽物がこれをくれって言うてるんでしょ。知らないですけどね僕は。ああそう、ちょっとあいつ最近調子乗りすぎてるな。くれって言ってます。うん、なんかそうやって聞いたけどな。絶対あげたらあかんよ。わかりました、了解しました。ということです。デモ館やっぱり宮城豊田さんということで、ハセプロの86、それとハセプロの86ラリカ2台展示して、いろんな新商品を持ってきて販売しております。でこれからちょっと新商品の説明をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。まずですね、今回の新商品は、マジカルカーボンドアノブガーニッシュという商品なんですけども、でこちらは従来 の、 カーボンシートの方でドアノブガードの商品を出したんですけども、この樹脂を持ってるっていうネオタイプで、今回商品化しております。でこちらは特徴はですね、やはり高級感がすごくあるということで、ぜひこちらの商品も販売を仕掛けていってですね、まあ、今後86以外の商品も、いろいろ出していきますので、ぜひよろしくお願いいたします。ところで今回新商品これだけじゃないでしょう、まだあるでしょう。じゃあよろしく説明してね。実はですね、もっとすごい商品がありまして、これはマジカルカーボンバンパーガードカナードルックということで、カナード風に仕上げたものなんですけど、バンパーのですね、こういったこう湾曲のあるところに貼っていただいて、まずこの傷を防止する、でもう一つはドレスアップになるという一石二鳥の商品です。でこちらはほとんど86以外の商品、写真も含めていろんなところに、ドレスアップできる商品ですので、こちらは、6月ぐらいの発売を予定してるんですけども、ぜひ、商品化を考えてますので、よろしくお願いいたします。インスゴー、その会場で大人気だったのがおなじみハセプロ。実は宮城トヨタはハセプロ商品を多数取り扱い中だそうです。新商品の案内分かったけど、もっとセールスポイントがあるはずやねんけど、ぜひそれを紹介してよろしく。まあ、今回宮城トヨタさんのイベントに参加させていただいて、やはり一番注目していただきたいのはこの86のボンネットのカーボンシートですね。こちら純正で採用されております。あと GT ウィング、こちらの方も好評発売中なんですけども、こういったボンネットシートであるとか、GT ウィングなどは、宮城トヨタさんの、ディーラー店の方ですね、取り付け販売も行っておりますので、ぜひ、カヤックステレビを見られた方はですね、宮城トヨタさんに行っていただいて、他の商品も取り扱いしておりますので、ぜひ、お立ち寄りください。